皆さんこんこにちは加納幸彦です今日は幸福実現党的独り言と題しましてお話をいたします。馬形と黒鬼。外国人の方が救世主とは何かを理解しているからである。これは心眼を開くという大川隆法先生のご著書の後書きです。これをです、ね、逆さにしますと 日本人の方が救世主とは何かを理解していないとななとりますね。これを象徴するのが世界の自由主義陣営の先進国ははっきりと香港の弾圧に対し「NO」異議申し立てをしてきましたが日本は無邪無邪無邪鮮明に旗を上げられません普遍的価値に反応できないのが日本なんです。 聖徳太子以以前と以後なるほど神仏集合により表の精神世界が日本において形成されてきました明治維新以降廃仏毀釈により仏教が皇室から排除されそして敗戦そして経済的敗戦たる平成の身を経ていよいよ皇室から今や神と天照大御神の子孫としての機能さえ この最後の砦さえも消えつつありますアマテラス大神は世界に通用する普遍,普遍性が内包されていました神仏集合の正統的伝統が消え神道が消えつつある中聖徳太子以前の一族が復権を狙って暗躍し始めたといいます苦労にの逆襲が始まった政治的には 二回何がしを通じてエンタメ的には「鬼滅の刃」を通じて普遍性の放棄と言えるかもしれません世界性の放棄と言えるかもしれませんコロナ禍の鎖国が長引けば負のシナジーとなるかもしれません以上幸福実現党的独り言でございました。